はい、黄金マンチャヤカでございます。秋の大会、秋の地区大会決勝まで来ました。頑張ります。よろしくお願いします。見えない力でお前たちの力を封じてやる。怖いな、もう絶対負けたくはないけどね。まあ見てな、俺のバッティングの前にひれ伏せ。よっしゃ、まずヒット、いいね。まず一人出る早見くんが本当もう有能。よし、あ、一塁か。でもまあいい、ホームランさえ打てばいいんだ。速い、136キロだと136キロで速いとか言っちゃ俺も俺だけど、いけ。あー、これなんだよ、このカーブが嫌い。これがきつい。来た、なに、俺ほんとこのカーブが嫌い。やばいな、出番で閉まってけ。で、よし、あ、二塁来た、ワンアウトランナー二塁。よし、頼むぞ、本当に打ちたい。来た、ダイ、あ、スローボール、ストレートを投げてきてちょうだい。おい、ちゃんと見て、もう、そこ、影やめちゃうけど、影裏だったね、これ、よく見たら。だね。よし、こっちか、来た、ダイ、あー、もう、スローボール、このスローとか、マジで。なあ、もう、クソ、腹立つ。イライラする。ああ、マジか、4点取られた。うわ、厳しい。4点取られんのか、一気に。花咲どうした？ああ、ストレートだけ投げてくんねえかな、こいつら。マジで。打てねえ。全然わかんねえ。ああ、なんとかカット。でもこれ厳しいな。うわ、もうやだやだやだ。もうほんとこいつ嫌い。ああ、もう6対0かよ。致命的じゃん。あ、でも秋田だから最悪負けてももしかしたら可能性はある。打てねえよー。こっちか、てい、もうやだ、俺もこいつ嫌い。もうやだ、こいつほんと嫌い。あ、1点返した。でもだよー、俺ほんとこいつ影浦嫌い、ほんとに打てねえ。見えない力って何、ほんと見えない力だよね。負けてしまった。マジもう勝てねえ、こいつはダメだ。うん、残念だったでごわす。もう少し優勝だったのに、優勝したら文句なしで甲子園出場。でも分からない、そう、選ばれる可能性はあるんだよね。だから準優勝でもあくまでだから勝ち、ね、完全な勝ち抜きではないから、2校上、2校みたいなパターンもあるだろうし、190-200ぐらいにしておきたいな。なんだあの人だかりは。ちょっとすいません、つって。何やってみたぞ。一体何を、何何、あ、星稜高校の竹本と、もう一人は、え、立花商業の久方だ。そう、久方くんね。この二人ね、いいんですよね。出会っちゃったんですよね。最強大学で。しかも二人超仲いいの。だって、もうこの時はライバルみたいな感じだったんですけどね。え、この勝負の勝ち取りだよ、つって。ブラックリスト乗ってるぜみたいな言ってるけど、そう、お前のね、この勝負がちゃんと受けて立つよ、いつでも。この俺のパワーの前にひれ伏すがいい。190アップ、いいね。で、192。よし。で、休む。あ、猫さんも巨人。あ、そうなんだ。いいじゃないですか。よし、頑張るぜ。もう、やる気だけはあるんだから。頑張って、でも耐えやっぱ上げてもらわないとね。こうやってガンガンタフがすげえ上まであると基本的にこうん、何、やる気出た、いや疲れが取れない。タフ度がほんと上までいってると怪我の確率はほんと減りますね。 1% ぐらいで安心して筋トレができるからほんと気が楽ですよ。新しい年気持ちいいな。どうした、おめでとうなし、荒井くんだよね。で、おみくち。さあ、2年連続で北大吉、ありがとうございます。いいね。2年連続大吉は本当に来てるぞ、運が。まあ、運来てる、運来てる。ん？来たんじゃない？これ200。もう、7、8、9。はい、パワー200突破。もうね、なかなかいないよ、こいつに勝てるような、バッターは。これ当たりはもうホームランだろ。それぐらいの能力、ちょ、特殊能力見てみる、なんかあったら。パワーヒッター上がったらいいな。はい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 。ちょっと筋力貯めておくか。パワーヒッターってやつを手に入れておきたいわ、念のため。せっかく能力的にね、
チャンスに強いも入れてた方がいいか、4番ってだけあって。さあ、来い。大丈夫なの？じゃあ、準優勝したんだ。誰もんかね、マジで。来い。発表されるでしょ？緊張するね。校長室に電話かかってもいい頃だ。校長室に様子見に行こうよ、ごわす。さあ、来い。あー、来いよ、もう。頼む、頼む、頼む。もうこの場がダメ。おー、来た。来た、来た、来た。行こうよ、湘南です。はい。よっしゃはい、というわけでやったぜ。選抜高校野球、選抜全国高校野球選手権大会、出場決定です。残って練習します。素振りやったぜ。学年末は無視、基本的に関係ないね。バレンタインで誰かくれないかな。これ一奥に渡してほしい。で、それで、どうせ、ね、義理なんだろうな。で、みんなに配るっていうね。キャプテン候補がこんなことでいいのかと俺は文句を言いたいよ。よし。で、これで210になるな、これ上げてけ。でも、そっか、敏捷さえどうしても下がるのか。じゃあいいや、もう全部パワーに回しちゃって。いや、待って待って待って。ミート上げたらどうだ？せっかくあるんだもん。そうだよ、B にしとこう、一応。で、ちょっとね、別に何だろう、ニートを上げちゃダメっていう縛りはしてないから、多分大丈夫だと思うんですよ。はい、いいね。で、休息は取らない、いいや。えい。あ、22% だったら怖いから、戻って、やっぱちょっと、休もう。キンコンカンコン。どうした？休み時間になった。これはどうしよう。ちょっと、やっぱ保健室大好き。これしたや、なんか気になるなね。これマッサージしてくださいって。これ大人のマッサージしてるらしいですね。確かにね、最近金かかって練習になるんです。仕方ないよね。それ座って。はい。けど手にこもってる奇妙なもの。え？大丈夫、大丈夫、大丈夫って俺嫌な予感がするんだが。行くわよ。嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感。ギャー！何、何事？あれ？この、これを感じなかった。体じゃすごく熱くなってきた。実験失敗ね。実験失敗とか、いかがしいか。おい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 。あ、よかった、お疲れ。お、びっくりした。びっくりした、びっくりした。医学のための医学のための犠牲っていう言葉が俺もトラウマでさ。あ、よかったよかった。そういうことね。まあ、どうせ点数はね。キーンコーンカーンコーン。待ってます。どれどれ。国語は40点、数学14点、理科は23点、社会36点、英語30点。全然ダメ。補修、うん、まあしゃあない、うん、補修の一つや二つ受けてやるよ。ひぃ、なんて読みのやつだっつって。でも、ちゃんと、でも、確かね、先発が決まってる場合って、基本的に、早く、そうそうそう、ほら、一回で済むんですよね、こう補修が。だから、それはありがたいね。甲子園、やっと着いたぞ。ここでもうすぐ試合ができるんだ。ここお世話になる宿舎でごわすか。の外見るでいいじゃん。え、あ、グランドがあるでごわす。それはグランドいつも、いつもうちの学校が使ってるのほぼ同じ大きさだし、設備も整ってるはずだから練習はたっぷりできると思うわ。練習がたっぷり。で、壊すか。なの、今年の選抜大会どこの学校というか知ってるか？いや、あまりよく知らないけど。あれか知ってるの？いや、俺も知らないんだけど。そういや、私もよく知らないわ。けど、今のみんなだったらどの学校と当たってもきっと勝てるわ。黎明社に負けてる俺たちがどうこう言えることじゃないと思うんだけど。あ、じゃねえのか。まあ、いいや。そのくだりはもういいや、言い出しても仕方がない。1回戦頑張るぞ。さあ、相手はどこだか見て次回行きましょう。相手は、なるほど、こいつが来たか。タバタ農林、あ、投手力 A、 守備力 A だもんな。はい、というわけで次回行きたいと思います。ぜひご覧ください。それじゃあね。